はい、こんにちは、豆と申します。心霊写真使いルイカ、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。はい、ということで、ね、なんか例になった生徒会長を追ってるところでしたね。確かが多い。ということで、行きましょうか。こう、空いてるところしか入れないの。これは、最初のところに見た保健室らしき。おっと、鍵を早速手に入れた。保健室の鍵、あれ？これで向こうの扉が開けられそうね。管理がずさんで助かったわと。ん？下がれるか、ルイカだった。そこは危険だ。大丈夫か、ルイカ。怪我してねえか？平気。ちょっと危なかったけど、よく気づいたね。アイセイ？おう。ルイカの命を脅かす者がいるなら、何であろうと気づいてみせるさ。あっそう。行き過ぎた、不気味な気遣いありがとう。アイセ、おとなしくしてると思ったらやっぱり出しゃばってきやがったか。人手が足りないんだろ。私でよかったらいつでも手を貸すぞ、ルイカ。この人も例なんですけど、医者だったかな。あんたの出番はないと思うけどね。今回の相手は死人だけだし。そういうな。この場所は異様な、気配に満ちている。油断はしない方がいい。へえ、あんたが異様って言うならよほどね。とことんずれないな。私はこれでもお前の切り札だろ。最後の手段ってだけでしょ。何をできる男をアピールしてるんだか。おいこら、いつまで話してるんだおめえら。うだうだしていると夜が明けちまうぞ。おっと、無能な学生が私の力を妬み出したか。一旦引っ込むとこしよう。本当にごめんなさい、噛んで。たく、ルイカ、お前も気をつけろよ。はーい、気をつけるわ。今の花瓶。ふむ。アイセイは、ルイカの命の危機が迫った時、警告を発してくれます。彼が話しかけてきた時は気をつけましょうと。わかりました。保健室の備品は、ほとんど残ってないね。医療品も見当たらない。怪我してもここじゃ、応急処置は望めないな。ルイカ、体には気をつけろよ。変なもの食うなよ。うっさいな、もう。お父さんか、あんたは。おっと。わー、怖ーい。衝撃。もうちょっと普通に驚けないものか。先方の身になって考えるのがビジネスの基本だぞ。むしろこの程度と驚いてたら、むしろ失礼だと思うけどな。私、すごく最初驚いた。保健室の備品はほとんど残ってないね、と。なるほど。おっと、ちょっと待って。ルイカ、ちょっと体重計乗ってみろよ。異常な数値が出るかもよ。は？何でもございません。下僕の好奇心でございます。強い、ルイカ強し。とりあえず保健室の鍵を使いましょう。はい。保健室の鍵は折れて使い物にならなくなった。なんてことだ。ルイカよ。何？またしてもトラップの気配？いや、今回はそうでもない。お前に少し入れ知恵でもしてやろうかと思ってな。見ろ、目の前の空間を実に殺風景で調べられそうなものは、数少ない。ふむ、確かに。だがそんな時こそビヨンドスコープの出番なのだ。どういう意味かは使ってからのお楽しみだ。なるほど。はい、ビヨンドスコープ。おっと、見えた。私にははっきり生徒手帳を手に入れた。生徒手帳ね。ビヨンドスコープを通さないと見えないってことは、これ盲者の持ち物？何にせよ交渉の材料に使えそう。ルイカはいい具合に交渉材料って材料が集まってきたんじゃねえか。そうね、これだけ材料があればそろそろあいつに交渉仕掛けられるかも。交渉を仕掛ける場合、メニューのアルバムから、僧兵たちと同じように目的の亡者に話しかけてコンタクトを取りましょう。その前に成分を忘れずに。わかりました。ということで、ビヨンドスコープを閉じて。うわ、びっくりした。ちょっと、ただのチャイムにビビらないでよ。真夜中の旧校舎でチャイムが鳴ったらビビるのが普通だろうが。
死んでる時点で普通じゃないから。まあそうなんだけどね。いや、チャイムはね、ビビらなかったよ。ということで、セーブをして。はい。交渉してみましょうか。これですね。はい。こいつを説得するための材料は揃ってる。あとはもう直接交渉するだけだけど、交渉を要求すると。OK、始めますか。もしもし、聞こえる？うわ、この声さっきの一体どこから？強いて言えば、写真から？あんたの写真がある限り、私はいつでもあんたにラブコールできちゃうわけ。感謝しなさいよ。ふざけるな。俺は生徒会長だぞ。お前らなんかに騙されるか。まあまあ、そう熱くならないで。それよりも、私たちとお話ししない？話だと？別に取って食ったりしないから。というか、あんたに拒否権はないから。あんたが最初にいた部屋で待ってるからね。来ない限り、安息はないと思いなさい。脅迫かよ。こうでも言わないと来ないでしょ。さ、私たちも決戦場に向かうわよ。はい、来たよ。来たか。なんだお前らが。七人岬とかいう殺人鬼なんだろ。七人岬？怪奇現象なんてあるわけない。死人が喋るなんてあっちゃいけないことなんだ。死んだ後は無だ。無なんだよ。何もないんだこの学校には。何なの？こいつのこのマガマガした。こんなのがいるなんて聞いてないけど。普通の亡者じゃねえのか。とんでもねえレベルの呪いだぞこれ。お、即死級じゃないか。こんな場所で面白いやつが出てきたな。意識がある俺は生きているんだ。生きているんだよ。死んでるわけがないんだ。やれやれ、予想以上に面倒そうね。でも相手が死人なら絶対に負けない。準備はいい？総兵愛星、死ぬ気でフォローしなさいよ。俺も愛星も死んでるっての。好き勝手に使ってくれ。これも契約だからな。ああ、いつでも助けてやるさ。お前に撮影された幸運な死者としてな。よし、話し合ってみようじゃない。この心霊写真使い、同席ルイカが。はい。わあ、なんだろう。セーブが来ちゃう。うわ、何これ。スタート。さあ、始めましょうか。どういうこと？なんかスゴロクみたいなんだけど。俺は死んでない。やめろ。俺はいつまで苦しめばいい。交渉は、交渉とはすなわち亡者の敵意で作られた心の迷宮を突破することを、指します。交渉を交渉材料を突きつける攻めと、相手の話を、否定せずに聞く守りを駆使して亡者を説得しましょう。少ないミスでクリアすると何かいいことが。と、どういうことでしょう。やってみたらわかるかな。赤いパネルはアクティブパネルです。操作で集めた交渉材料をガツンと突きつけて相手に交渉を仕掛けましょう。ミスするとロストタイム、タイムロスが発生するので注意。来るな、殺人鬼め。お前らがこの学校で人を殺してるんだろ。ふざけたことを。俺は死んでない、俺は死んでない。おいルイカ、こいつ出だしからいきなり我を失っているぞ。呪いが強すぎて本来の人格にまで影響を及ぼしてるって感じね。これじゃ交渉以前の問題よ。まずは日本語を理解できる程度に。彼にとって一番聞き慣れてる言葉を認識できる程度に落ち着かせないと。生徒手帳がある。お前は誰だ？俺は誰だ？ってこ悲しい。今のはちょっとしたジョークよ。交渉がうまくいかなかった。他の交渉材料を考えた方が良さそうだ。一番聞き慣れてる言葉？ああ、名前ですかね。ミブヤマドカ。思い出しなさい。あなたはミブヤマドカ、この高校の生徒会長ですよ。噛んだ。そうだ、俺はミブヤマドカだ。落ち着いてよね。そう、あんたはミブヤマドカ、この旧校舎に囚われた亡者。
そのまま深呼吸をしながら聞きなさい。死んでいったって呼吸は自分を沈められるから。黄色いパネルは、パッシブパネルです。相手の声をよく聞き、刺激したり話を否定しないように受け答えしましょう。うまくいけば一気に、道が解放されるかも。はは、夜な七人岬め。話がしたいんだっけ。お、いいのかな。ちょっと待て、お前ら何なんだ。俺が、まるで俺がもう死んでるみたいに嫌がって。あ、人が死ぬってことは意識がなくなるってことだ。心臓が停止して脳が機能しないってことだ。だが見ろ、俺はこうして考えてる、喋ってる。これのどこが死んでるって言うんだ。だそうだぞ、ルイカ。はあ、そんな気配はしてたけど、やっぱり自分の死を認められてないタイプか。だったら仕方がない。ショックを与えるかもしれないけど、自分の状況を客観的に見つめてもらいましょう。ということで、多分ニュース記事ですよね。これを見なさい。確かな出典元のある記事よ。あんたが失踪したってことが明確に記載されている。あんたは現在行方不明になっている。あんたは長い間誰とも会っていないはず。適当なことを言うな。お前らが俺を騙すために捏造したんだろう。人の話をよく聞け小僧。確かな 出典元のある記事だと言ったはずだ。書いた新聞記者まで特定できてる。なんなら問い合わせでやってもいいぞ。分かってるんだぞ。お前らは俺を混乱させたいんだろう。無理に聞かなくてもいい。いいのか、いけたのか。おー、オッケー。記事がどうなんて関係ないだろ。俺はこうやって今ここにいるんだよ。だったら死んでないに決まってるだろ。出典が確かならその記事の内容が誤りなんだ。目の前にある俺が感じられるこの現実こそが現実真実だ。強情なやつだ。言ってることだけ聞けば正論っぽいけどな。ま、そう簡単には認められないよね。でもさ、これを見たらどう？あんたにとって見覚えがあるはずの、手放すことなどありえないはずのこれを。生徒手帳ですよね。この生徒手帳、見覚えあるわよね。それは俺の。この生徒手帳のメモ欄、毎日の予定がびっしりと書き込まれた。あんたの性格や生徒会長という立場からして不自然なことはない。むしろ自然ね。でも、その日付からばったりと書き込みが途絶えているのはとても不自然。そう、あんたが失踪した10月11日以降ね。それは。うるさいうるさい。こんな話、無駄話は終わりだ。本当にそうしたいのならでいいの？なんだと？分かってるんだぞ。お前らは俺を混乱させたいんだろう。方次第だよ、でいいか。おう、いけた。待て、俺だってメモを使わない日くらいある。それをお前らが持っているってことは、俺が生徒手帳を落としたってことだろ。じゃあ使えるわけじゃない、使えるわけないじゃないか。メモを使わない日くらいあるって。確かに普通の人ならそうかもしれないけど、几帳面な性格だからでしょ。そう、あんたの性格は周りの人間をも把握してる。欠かさず毎日メモを残す几帳面な性格だってね。 SNS で仕入れた情報だ。デタラメだと思うなら個人名一人一人挙げてやってもいい。そんな人間がいつも使っている手帳、まして生徒手帳を落としたまま何日も放置する。放置したんじゃなくて発見できなかった、そういう可能性もあるだろう。もっともだな。この生徒手帳はこの旧校舎で拾ったのだからな。一般的な学生、生活を送っている分には普段来ないはずの旧校舎で落としたりはしない。認めなさい。来たんでしょ、旧校舎に。俺をどうするつもり。安らかに眠らせたい。真実を伝えたい。どういうこと？どっちが正解？
わかんない。間違えた。はい、はい、真実を伝えたバーカです。確かに俺は、妙な噂を聞いてこの旧校舎に来たさ。くだらないオカルト話が校内の風紀を乱していたしな。だがそれは呪いとかたたりとか関係ない。おそらく不審者が潜伏していたんだ。俺はきっとそいつに見つかってここに監禁されてしまったんだよ。あんた自身がここで死んでしまったから今もここでさまよってるって可能性はない。何度も言ってるだろ、俺は生きてる、意識があるという俺が感じる現実こそ真実だ。そう。じゃああんたの目の前に新しい現実を用意できたら認めてくれる？自分の写真でしょうね。さあこれを見なさい。なんだこれは。お前の今の姿だ。普通の人間にはこの姿すらろくに見えない。ルイカだからルイカだけがお前の姿をこうして写真に記録できるんだ。自分の中に、括弧としてある価値観、常識、目の前に広がる不安、焦り、孤独、今までそういったものと戦ってきたんでしょ。誰も証明してくれない矛盾した状況と、そんな戦いももう終わり。あんたはそろそろ楽になるべきよ。偽物だ。そうなんだろう。往生際の悪い小僧だ。確信がなければ認められないの。確信？そっか、触れないよね多分。握手。握手しましょう。きっとそれで全て分かってもらえるはずだから。なんだと？握手なんかして一体何が。嘘だろ、ありえない、こんなことって。俺の手があんたの手をすり抜けてるのか。これがあんたの求めてた、目の前にあるあんたが感じる現実よ。そうか、そうか。クリア。めっちゃ面白い。クリアタイム13ターン。ミビアの生徒手帳、あ違う、ミビアの手帳を託された。そうか、俺はもう死んでいたのか。死人でもコミュニケーションが取れるんだな。ありがとうルイカさん、ようやく心が落ち着いたよ。妙だな、呪いのデカさに比べて中身は点で普通の亡者だった。どうにもアンバランスね。それに全然建物のまがまがしさが消えてない。相手は一人じゃないってことか。ややこしい状況だな。とりあえず今確実に分かっているのはただ一つ、この旧校舎の呪いはまだ解けていないってことだけだ。仕方ないね。もっと捜査の手を広げましょう。上の階、中庭、怪しい場所は総当たりよ。はい。おー、ということでじゃあ今回は一旦この辺で終わりたいと思います。めっちゃなんかさ、いろいろなんかできて楽しいんだけどということでご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。